浜松市では戦災死者慰霊祭が開かれ、 AI を使った語り部が戦争の悲惨さを語りました。ちいちゃん盗んでるとこは構えの高台で安全なところだからうちおいでということで。浜松大空襲の悲惨な体験を伝えるのは AI を使った語り部です。77年前の今日、浜松市では最大の被害をもたらされた空襲に見舞われ、6500発の焼夷弾によっておよそ1160人の死者が出ました。今日開かれた慰霊祭は、戦争の悲惨さを後世に伝えようと、浜松市戦災遺族会が毎年6月18日に行っているもので、会場には遺族や市の関係者などおよそ100人が集まりました。会場では AI の語り部のほか、地元の高校生が平和宣言をしたり、戦争の悲惨さを後世に伝える活動について報告したりしました。